エドアルド・レアは、イタリア五立屋出身の元サッカー選手、現サッカー指導者、アルバニア代表監督、現役時代のポジションは MF。名前の表記には、レハ、レアなどもある。スロベニア人の両親に生まれ、スロベニア語、イタリア語、フリフリ語を話す。クラブでの指導歴は30年近くにわたるものの、セリエでの監督経験は、ビチェンツァ・カルチョ、s SC ・ナポリ、 SS ラツヨ、アタランタ BC の時のみである。途中解任を含めなければ、1979年に監督としてのキャリアを始めてから、1年も休まずに活動している。また、ナポリ監督としての年数は1980年代末、ナポリ前世紀の監督をタたびオビアンキに並び、最長となっている。選手としては、スポール1907、 パレルモ、US アレッサンドリアカルチョの3チームに所属。このうちパレルモでセリエ A 通算124試合に出場した。1979年、セリエ D に所属するモリネル・ラ・カルチョ1911の監督に就任。指導者として歩み始める。翌年にはセリエ C2 のモンセイリチェ・カルチョ1926の監督に就任。その後、 1989年には、自身初のセリエ B 経験となる、ペスカーラ・カルチョの監督に就任する。ビチェンツァ・カルチョ、カリアリ・カルチョを、セリエ A 昇格に導き、昇格のエキスパートとしての評価を高めた。ビチェンツァでは、初のトップリーグ挑戦となったが、クラブは広角となる。カリアリでは、サントップとジャン・フランコゾラを中心として圧倒的、強さを誇るチームを構築し、 セリエ B 優勝を果たす。2005年に1月にジャンピエロ・ロベントゥーラの後任として SSC ナポリの監督に就任。2005から06シーズンにはセリエ C1 に低迷していたナポリをセリエ b へ2006から07シーズンにはセリエ B でユベントス FC に次ぐ2位に導き、クラブを6シーズンぶりにセリエ A へ昇格させた。2007から08シーズンには マレクハムシーク、ワルテル・ガルガーノ、エセキエル・ラベッシマルセロ・サラジェタなど新戦力をうまく、チームに融合させ、昇格1年目にしてリーグ8位へと躍進させた。ホームゲームでの勝負強さが際立っており、インテル・ミラノ、AC ・ミラン、ユベントスなどの競合相手に勝利した。2008から09シーズン、ナポリを率いて、UEFA ・インター・トットカップを勝ち抜き、 UEFA カップ出場を果たすが、SL ベンフィカと戦い一回戦敗退。セリエ A では開幕当初よりラベッシ、ハムシクを中心に、チームは好調で、ユベントスを撃破するなどの成果を上げた。しかし2009年に入るとチームは失速し、部長の責任を問われ3月に解任された。公認には前イタリア代表監督、ロベルト・ドナドーニが就任。2009年8月、 クロアチアの強豪ハイデュークスプリトの監督に就任した。同クラブは開幕から2節経過後にアンテミシェを解任し、公認にイビサ・カリニッチを招聘したものの初采配、直後に心臓病に倒れて指揮が取れなくなっていた。地震初の海外での指揮となる。シーズン途中の2010年2月、不審に陥っていたイタリアの SS ラツオより監督就任要請を受け、 ハイデュークとの契約を解除しラツヨ監督に就任。2014年1月、再びラツヨの監督に就任する。2015年3月、アタランタ BC の監督に就任。クラブは前年を上回るリーグ13位でシーズンを終えたが、2016年6月14日にベルガモを去ることが発表された。2019年4月17日、 アルバニア代表の監督に就任したことが発表された。広角の危機からスクレットトリエ。ラジオを変えたローショーレイヤの標報。ナンバーウェブ。2010年11月12日。アタランタ。コラントーの監督を解任。カリフットボールウェブマガジン。2015年3月5日。ジェノアを去ったガスペリーに。アタランタの新監督に。ゴールドットコム。 2018年1月4日閲覧。パヌッチ解任のアルバニア代表、イタリア屈指の老将レアシ,オショウヘ平。超ワールドサッカー。2019年4月18日閲覧。ありがとうございます。